上半期を締めくくる宝塚記念 G1 芝2200メートルは23日に京都競馬場で発送する今年の日系新春杯ハハシャブローザホーンオスゴ吉岡は21日反路で調整を行った吉岡氏は食いはいいですしメンタル面は上がっています馬場は硬いよりソフトな方がいいし時計のかかる馬場になればと話した 当日の雨予報を味方につけて初体感となるか。